素晴らしい業績を上げるためにはね、もう本当に徹底的にやり続けるしかないんですよね。おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、三木本幸吉さんの名言で、人は何か一つのことに気狂いにならなければ到底人並み以上にはなれないということで、三木本幸吉さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。三木本幸吉さんは日本の実業家、真珠養殖とそのブランド化などで富を成した人物である。三木本真珠店、現三木本創業者、三木本パール真珠王とも呼ばれたということでですね、まあ、この三木本幸吉さんって本当に狂ったようにね、真珠に関しては研究をされてですね、今のね、こう三木本があるのもそうですけれども、真珠がこれだけ養殖真珠が普及したっていうのも三木本幸吉のおかげなんですよね。まあ私も別のチャンネルでこう三木本幸吉撮らさせてもらったんですけど、まあコメント欄にね、結構書かれてましたけど、まあ気狂いっていうか本当に狂ったようにやられてましたから、まあびっくりするぐらいの人です。まあ今じゃったらなどうかなと思うんですけども、まあやめときます。高校野球のね、チームで今年ね、夏の甲子園で決勝まで行ったチームがですね、まあいろいろ言われましたけれども、私はね、監督さんのこのその哲学ですか、素晴らしいなとちょっと思ってます。まあ、自分がやれと言われればね、うーんと思うんですけれどもね、そこまで徹底してやられた方だったからこそこう決勝まで残られたチームですし、何か一つのことにね、集中してやりなさいということだと思いますし、素晴らしい業績を上げるためにはね、もう本当に徹底的にやり続けるしかないんですよね。まあ私もそうです。毎日こう上げ続ける理由って徹底的にやり続けるしかないんですよ。面白いことができるわけでもないです。まあもちろんこれバン食らうんでね、あまり面白いことやってるとダメなんですけれども、確実にね、まあ某 NHK の教育番組みたいなね、くだらない、面白くない番組なんですけれども、そういったことをね、続けていこうと思ってます。なぜ続けるか、それはやっぱり落ち込んだ人がね、少しでもこう見てもらえればいいかなと思ってますし、元気になればいいかなという名言です。人の名言ってやっぱり元気になりますからね。この話を聞いてると私は好きです。もうかれこれ25歳の時から手帳に書き続けてですね、ブログになったりだとか、こう YouTube になったりだとかしてますけれども、形は変えながらもずっとやり続けてることなので、これはね、まあ死ぬまでじゃないですけども、これからもやり続けたいな、いつも思ってます。これはやっぱりやるべきことだと思います。はい。なぜかやっぱり元気になることは一番いいことです。本当にね、へこみそうなこと、私もたくさんあるんですけれどもね、へこましそうな人っていっぱいいるんですよ。そういった人は僕好きじゃないんですね、やっぱり。好きじゃないことはやってもしょうがないので、好きなことをやろうということでやっております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。